Q&A を今すぐチェック。獣医師がアドバイスする愛犬の老化サインと対策。ワンちゃんは7歳くらいになるとシニア犬の仲間入りをします。ずっと長く健康に暮らすためには老化のサインに早く気づいて正しく対処してあげることがポイントです。そこでこの動画では犬の仕草や行動に現れる様々な老化のサインとご家族がどうすればいいのか獣医師の先生に解説してもらいます。なお今回は感染症対策のため Zoom での収録としております。解説してくれるのは獣医師の小澤先生とロイヤルカナンジャポンの獣医師尾身先生です。では早速お願いします。ワンちゃんの老化のサインにはどんなものがあるのでしょうか。年を取ってくるとこれまでと様子が違うぞと感じられることが出てくると思います。それらは老化のサインかもしれません。老化のサインは心と体の変化から生じます。一般的に年を取ると新しい状況に柔軟に対応することが難しくなります。こういう状況には不安を感じやすくなります。心にはこういった変化が出てきます。一方体は疲れやすくなり足腰や目や耳が衰え関節などに慢性痛が出てくることもあります。これらにより生じる様々な行動の変化が老化のサインです。昔は穏やかだったのに体に触れただけで怒ったりお手入れを頑なに拒絶したりすることはありませんか。また慣れない場所で怯えるようになったり家族と離れると不安そうになったりすることはありませんか。これらの性格の変化は老化のサインかもしれません。体に触れると起こるのは関節痛があり触られると痛いのかもしれません。頑なに拒絶するのは不安を感じているからかもしれません。怖がりになったのは目や耳が悪くなり状況をうまく把握できなくなったからかもしれません。最近寝る時間が増えたかも。これもよく聞く変化です。年齢とともに体力が落ちるので疲れやすくなり寝る時間が増えるのは普通のことです。しかし普通以上に寝てばっかりほとんど動こうとしないということであれば老化のサインかもしれません。歩き回ったり飛び跳ねたりすると足腰が痛いためじっと寝て過ごしているのかもしれません。トイレから外れたところで粗相をしてしまったり指示に従わなかったり習慣を忘れてしまったのかなと感じられることはありませんか。これらも老化のサインかもしれません。トイレの失敗は足の踏ん張りが効かなくなり滑りやすいペットシーツの上で排泄するのが怖くなってしまったのかもしれません。指示に従わないのは目や耳が悪くなり家族の呼びかけがわからなくなってしまったのかもしれません。中には認知機能不全症候群という人の認知症と似た状態となり習慣を忘れてしまっているということもあります。以上のようにシニア期になって出てきた困った行動やちょっとした変化は老化のサインであるということが少なくありません。加齢による心と体の変化は互いに影響し合い老化を加速させてしまうことがあります。体が衰えると日常に不安を感じるようになります。不安をたくさん感じると心はネガティブになります。嫌だ怖いと反応しやすくなります。そうすると活動量も低下してきます。体を使わなくなると体はさらに衰えます。こういった悪循環を防ぐため老化のサインは早めの対策や予防がとても重要です。いつまでも愛犬が元気でいるためにご家族ができることは何でしょうか。シニアになってもとっても元気なワンちゃんたちがいます。3つポイントがあるので紹介します。1つ目は健康管理をしっかり行っているということです。安心できるかかりつけ医を見つけられており定期的に健康診断に行って老化による体の変化を早めに見つけ治療しています。犬は1年で人の4から7歳分年を取ります。
このためシニアになったら1年に2回健康診断を行うことが推奨されます。健康診断の内容には身体検査、血液検査、尿検査、便検査、レントゲン検査、エコー検査などがあります。たくさんの検査がありどれを受けていいかわからないと感じられるかもしれません。そんな時は獣医師と相談して決めると良いでしょう。以前と違うと感じられる愛犬の変化はちょっとしたことも含め全て獣医師に報告してください。そうするとそれらを加味して愛犬に合った検査プランを提案してくれます。2つ目のポイントはワンちゃんに老化のサインが出てきた時からしっかりと暮らしの見直しをしているということです。年齢に合った生活環境を整えることで愛犬は毎日を安心して楽しく過ごせるようになります。これが老化による心の変化の予防にとても重要です。足腰にトラブルが出てきたら歩行をサポートする対策を実施しましょう。ラグを敷く、足に滑り止めをつけるなどの方法があります。目や耳が悪くなってきたら近づくときには声をかけ手を振って合図しながらゆっくりと近づくようにしましょう。また目が悪くても暮らしやすいように角や段差など危険な場所をなくしたりトイレを分かりやすい形態にしたりしましょう。疲れやすくなってきたら散歩は短めにしその分回数を増やしましょう。遊びはご褒美を使ってモチベーションを高めましょう。新しいことに不安を感じやすくなったらキャリーなどはできれば使い慣れたものを使うようにしましょう。新しくして怖がってしまった時は慣れるまでゆっくりと待ちましょう。シニアになっても家族に褒められた方が頑張れます。新しいこと、苦手なことに挑戦しているときはたくさん褒めましょう。最後、3つ目のポイントですけれども、シニアになってからの食事の見直し、ここについては私から紹介したいと思います。犬や猫は、我々人と同じようにですね、加齢とともに認められる、体の変化に合わせて必要な栄養バランスが変化していきます。ですので、その変化に合わせた適切なお食事を考えてあげるということが非常に重要になります。では具体的にどのようなポイントに気をつける必要があるのかご紹介していきたいと思います。7歳から8歳以降の中高齢期に必要な栄養管理のポイントはこちらも大きく3つございます。1つ目は若さと健康を保つためのアンチエイジング、2つ目は太らせない、反対に痩せさせない最適な体型、体を維持してあげること、最後3つ目は割りつつある体への負担を減らしてあげることが重要になります。まず1点目はアンチエイジングのための抗酸化成分です。老化の原因の一つとして活性酸素と呼ばれるもののダメージを受けることで老化が進みますが、そのダメージを軽減するためにはビタミンですとかポリフェノールなどの抗酸化成分を積極的に与えることが必要になります。抗酸化成分にはたくさん種類がありまして、それぞれ働きが異なっていますので、複数の抗酸化成分を組み合わせて使ってあげることで、相乗効果が期待できるということが知られています。次に2点目のポイントですけれども、こちらはカロリー調整と体の材料となるタンパク質の摂取についてです。7歳から8歳ぐらいになりますと、少しずつ運動量が少なくなって消費カロリーも減少傾向になります。ですのでこの時期については太らせないようにカロリー調整をしてあげることが大切になります。反対にさらに年齢が進んで12歳以上ぐらいになってきますと、少しずつ内臓機能が弱ってきて栄養素の消化能力が衰える傾向がありまして、それに伴って体重が今度減少してくるケースが多くなってまいります。ですので、このようなタイミングについては
消化が良くてエネルギー密度の高いお食事を与えていただく必要があるケースもございますので、まあ、その点には注意が必要かなと思います。また更年期には筋肉が分解されやすい傾向がありますので、筋肉を維持するために必要となる材料であるタンパク質というのは消化が良くて、タンパク質の材料であるアミノ酸のバランスに優れたタンパク質というものを適切なレベルで与えていただくことが重要かと思います。最後3つ目のポイントになりますのは、ミネラルの一種であるリンです。リンは当然生きていくためには必要な栄養素なんですけれども、老化とともに腎臓の機能が少しずつ低下していきます。そうしますと食事中のリンの含有量が多いとですね、腎臓への負担が大きくなってしまいます。ですので高齢期の食事についてはリンの含有量を適度に調整してあげて腎臓への負担を少なくしてあげるといった配慮が重要なポイントとなります。以上が高齢期の食事に関して気をつけていただきたいポイントになります。本日小澤先生からいろいろな老化のサインとその対策についてご紹介いただきました。気になる老化のサインが認められていましたら、ぜひ愛犬の気持ちに寄り添った生活が送れるようにですね、まずはご自宅の環境や食事の内容を見直す機会にしていただきたいと思います。そしてますます愛情いっぱいでケアをしていただきたいと思います。愛犬の体調の変化ですとかご自宅の管理についてわからないことや気になることがあれば、ぜひですね動物病院へ相談をしてみていただきたいと思います。私たちロイヤルカナンでは11月30日まで動物病院へ行こうキャンペーンといった健康診断の受診を啓発するキャンペーンを行っています。ぜひこのような機会もですねフルにご活用いただき愛犬の健康寿命を長らえていただくためにもまずは健康状態をチェックしていただけるとよろしいかと思います。キャンペーンの詳細につきましては本イベントの特設サイトをご確認いただければと思います。ありがとうございました。小澤先生、尾身先生ありがとうございました。皆さん、愛犬の老化のサインと対策についてのアドバイスいかがでしたか？コメント欄にもぜひ気になることを先生に質問してみてください。いただいたコメントは記事で取り上げさせていただくことがあるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。大切な家族であるワンちゃんの真の健康のためには定期的な健康診断がおすすめです。そのお手伝いをさせていただくために2021年11月30日までクオカード3000円分が当たる動物病院へ行こうキャンペーンを実施しています。ワンちゃんの健やかな暮らしに生かせるようこの機会にぜひご応募ください。